マイケル・レイモンドリークは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の、プロ野球選手。宇ト右打ち。現在は、フリーエージェント。愛称は、スパーキー。フォールブルック・ユニオン高等学校在籍時の2006年に、MLB ドラフト7巡目で、オークランドアスレチックスから指名を受けたが、契約せず、アリゾナ州立大学に進学することを選んだ。 シンシナティレッズ時代2009年の MLB ドラフト一巡目で、シンシナティレッズから指名を受け、290万ドルで契約を結んだ。2010年4月11日にシカゴカブス戦でプロデビューを果たした。1965年に MLB ドラフトが実施されて以来、マイナーリーグを経験せず直接メジャーデビューした選手は、21人で2000年のゼービア。 ネディ以来、投手としては1995年のアリエル・プリエと、以来となる史上13人目の快挙を達成した。2011年4月18日にシンシナティ市内の百貨店でシャツ6枚を万引きした容疑で逮捕されるもその日のうちに釈放された。この後も試合に出場し、同月29日には裁判所から万引きではなかったとして原型となり、 カウンセリングと30時間の社会奉仕活動を行えば犯罪記録から抹消されることとなった。T シャツを購入した際にサイズが小さかったとして店員に断らずに交換したため警察に通報されたとされる。2012年10月10日、ディビジョンシリーズの第4戦に先発登板し、ポストシーズン初出場を果たしたが、5回途中後、失点で、 敗戦投手となり、チームも5試合の末シリーズ敗退となってしまった。2014年1月17日に、レッズと592万5000ドル出来高の1年契約を結んだ。2015年7月30日に、アダム・デュバル、ケウリー・メジャとのトレードで、サンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍した。ジャイアンツ加入後は9試合に登板し、完封勝利も一つ記録したが、 全体で見ると2勝5敗、防御率4.07の成績に終わった。レッツとの合算では30試合に先発登板し、3年連続2桁勝利となる11勝10敗、防御率3.70で5年連続で規定投球回にも達した。2015年12月22日にセントルイスカージナルスと5年総額8000万ドルの契約を結んだ。背番号は、 投手としては、珍しい一桁の、8に決まったが、これは、アリゾナ州立大学時代の背番号と同じであり、自身のツイッターやフェイスブックのアカウントにも、採用している。2016年も、相変わらずの故障離脱知らずぶりを発揮して30試合に、先発登板したが、4年ぶりの10勝未達となる9勝12敗、防御率4.69。 ホイップ1.32という低調な成績に終わった。ただ、持ち前の請求力の良さは健在どころか、伸びを見せ、キャリア初の2.0未満となる、予し休率1.5をマークした。2017年8月31日に、レーダーアスカニオとのトレードで、インターナショナルボーナスプールと共にシアトルマリナーズへ、移籍した。移籍後は5試合に先発し3勝1敗。 防御率2.53であった。カージナルスとの合算では31試合先発で10勝13敗、防御率3.92と負け越しながら2年ぶりの2桁勝利を記録した。2019年7月19日のタイエンゼルス戦で8回までパーフェクトに抑えたが、9回戦投打者のルイス・レンヒフォにウゼンダを打たれ完全試合を逃した。2019年7月31日に、 ホセカバレロとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。11月3日に初めてゴールドグラブ賞に選出され受賞した。2020年は新型コロナウイルスの影響で開幕が遅れ6月29日からの開幕となったが自身はコロナウイルス感染を避けるためシーズン参加を辞退した。オフの10月28日に球団が延長オプションの 放棄を発表したため FA となった。最速94.3マイルパーアワーの高速シンカーが主体で、いわゆる綺麗な回転のフォーシームの速球はほとんど投げない。その他の球種としては、カッター、スライダー、チェンジアップを持つ。投手としては打撃力に優れ、通算打率が2割を超え、本塁打も6本記録している。ありがとうございます。